もう一度ご集まりいただきありがとうございます。Thank you for coming again. We had a Wi-Fi trouble, but we fixed it. We are so sorry, but thank you for coming. Choco Pro Live. Today's Choco Pro Live is very much sorry, but very much special day.Because you know, today is Mao from DDT Pro Wrestling Choco Pro debut! But maybe it's not happy debut. Because June first in DDT Korakuen Hall Show.Masahiro Takanashi versus Mao has singles match. And that is not only singles match. That is DDT Universal title match. So, Masahiro Takanashi is challenger. And Mao is champ now. So, today's match is.Like that much. はい、本日のね、チョコプロライブは、緊急決定した回になります。っていうのも、マオ選手、DDT からやってきたマオ選手がチョコプロデビューなわけなんですけども、まあ、それにはいろいろわけがありまして、先日、おとといですね、5月26日が東部部新宿フェイス大会がありまして、そこで、CDK 高梨正弘、クリス・ブルークスがね、スーサイド・ボーイズと戦っていたんですけども、そこの試合に乱入してきたのが、マオ選手になります。というのも、6月1日、DDT 後楽園ホールのメインイベントで、DDT ユニバーサル選手権試合、挑戦者、高梨正弘、王者、マオ。のシングルマッチが組まれているわけです。なのでね、マオ選手は飛び込んできたと思うんですけども、今日はなんかそのハッピーな感じにはならないかもしれない。一概が壊れてしまうかもしれない。でも夢よ、それは望んではいません。そう、それだけはお伝えしようと思います。なんだってね、今日レフリーなので、今日この試合をさばききって気持ちは高梨さんサイドで応援したいと思います。そう、そんな高梨さんについてベリベリベリビッグニュースがございます。6月1日 DDT 後楽園ホール大会、夜の6時半から高梨さんがユニバーサルのベルトに挑戦されるわけなんですけども、そちらの高梨正弘応援ツアーを開催いたします。すげえ厳しいからよ。内容次第じゃ
一周打ち切りだってありえるぜ。そりゃ厳しいな。あ、真央先生の次回作にご期待くださいって今日もなっちまうかもな。ただし別の雑誌でな。Everybody, we are very close to DDT. Of all the big promotions in Japan, of all the big stages, of all the places that wrestlers want to go to, of all the places where when somebody shows up from outside of Japan, when a foreigner, the stereotypical dream of Japan, when they show up, the places they want to go to, DDT is the closest to us. It has been close since the day I came to Japan. But never in reach. Do you understand the difference? When something is very close, but not in your reach, that's when you know the existence of this. That's when you really know that thing, because you think about it, you can almost touch it. Masa Takanashi is a part of it. Chris Brooks is a part of it. But we kind of take them for granted, don't we? Well, I don't. That's why when I face them, it's a war. It's a war every time. But more so than that, finally, everybody, somebody who is DDT, a champion, no less, a double champion. Mao, everybody, is about to walk through these beautiful seven-color drapes of ours and come into Joker Square. He's about to make his Choco Pro debut as the double champ. It's never been closer. And we are partnering today. We are good friends. We know each other. But more so than anything, we are both champions. We represent who we are in this promotion, in that promotion, and including that, Balianaki, everybody, is the closest to that champion. マオ入場。きたー、来ちゃったー。よし、二冠王マオ、ついに市ヶ谷上陸。今日組んでくれるアキさんとは約3年前イギリスで一緒に練習してた中、その時の練習の成果を見せてやる。そして今から真央先生の新しい連載高梨正弘編のスタートだ。聞いてたのさっき。あとやばいな、時間がやばい。俺はダブルヘッダーにすごくトラウマを抱えてるから、もうこの試合サクッと圧勝してさっさと俺は博多に行かなきゃいけない。時間大丈夫か。頑張ります。楽しみましょう。それでは本日のワンマッチ興行タッグマッチ60分一本勝負を行います。60分。青コーナー新北京の赤い星チョーレンシリーズ、同じく青コーナー第10代アジアドリームタッグチャンピオン高梨正弘、赤コーナー第3代スーパーアジアチャンピオンバリアン・アッキー、
got to go in after you were to stop. We don't have time. Come on. Oh, yes, yes. Faster, faster. Hey, お願いします。お願いします。Whoosh!ということで今日も始まりましたチョコプロスペシャルワンマッチショーでーす。早くしろ早くしろ。今日実況はさやかがお送りします。ロックアップからバックの取り合い、ギブアップしろ、ギブアップしろと強い姿勢の真央選手に対して、いやだ、返していきます。おお、回転して、ここからフルネルソンの体勢に、おお、おお、おお、すごいですね。取り返しました。煽っていきます。おお、飛び越えて足の間を抜けて、おースクールボーイです。おお、危ない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 、ギリギリです。危ないです。めちゃくちゃ抗議してます。そうですね、これタッチチョウさん対アッキさんです。めちゃくちゃ気合い、帰った市ヶ谷です。メイさんだけが元気にジャンプしております。あー逆切れです。いやー、なんかレフェリー暴行っていうのは見るんですけど、レフェリーが暴行はあんまり見たことないっすね。あー自分で戦ってたくせに戦いを煽って、隅っこでなぜかメイさんが怯えています。なぜでしょうか。こっちでは
ってます。メイさんパニックです。え、外で、外で、あ、え、あ、おかしい、入れ替わってる、なぜ、外で殴り合い、外で殴り合いです。あ、こっちでは、こっちでは、今日って、今日ってハードコアでしたっけ、違いますよね、今日アイテム使いすぎです、ちょっと素直に抑えるアキさん。なんということでしょう。コーンが、コーン壊れたらどうするんですか。それ市ヶ谷のコーンですよ。ダブルは OK ですけど、コーンはダメですよ。めちゃくちゃアキさんに怒ってます。ひどいひどい。でもこれは反則ではありません。ストンピングを入れてタッチです。おお、チョップです。効かないらしいです。おお、めちゃくちゃ怒ってます、チョウさん。足を攻めていきます。ここから絞っていきます。痛めつけた足を絞っていきます。チョウさんに助けを求めて、チョウさんもグーで、おお、また場外で、場外へ、痛い、ひどい、やめつけた足にドロップキックを食らわせていきました。絞ってます。チョウンさんがたまらずカットに入りました。おお、とんでもない蹴りです。あれは知恵の自転車、犯罪ですよ。いや盛り上げようとしてますけど、すさまじい違反を受けています。知恵の自転車です、今のは。チョウンさんにタッチして、アタックを受ける。逆から、おー、逆振り、
壁が近くて助かりました。飛ぼうとした張雲さんを秋さんが押さえてます。あ、窓際でのやり合いから持ち上げて、あ、バックブリーカー、もう一発、大ダメージです。これはそしてアキさんはマオさんにタッチ。コッポー行くぞ。俺コッポー行くと宣言しております。コッポーってあのコッポーでしょうか。おお、フィニッシュ。カバー。ブー。ブー。ジャー。
に入りました。高橋さん狙っています。うわ、何がどうなってるのか分かりませんが、魔王さんが迎撃しています。
行くぞアッキさん壁を蹴って、いやーちょい、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 ラバーステップレス決まりました。3入りました。最後は壁蹴りゾーン、ダイビング戦闘から生ステプレスで決まりました。勝ったのは真央選手とアッキ選手です。さあ本番いつ本番、ジャンケントーナメント、くそさっさと来い、アッキー、今日の顔を潰してやるぜ。マジ負けてください、残って、ジャンケン、ポイ、
集合写真お願いします。わー、4、3、2、1。はい、本日のご視聴ご観戦ありがとうございました。そしてそこにはいつものようにみんなの応援がある。応援ツアー決まりました。何度やってもらったか分かんない。そしてその中で DDT のタイトルを取ったことは一度もありません。けど毎回言うけど今回こそは勝ってユニバーサルのベルトをこの一概に、いやチョコプロに持ってきたいって本当に強く思ってます。皆さん、あと日にちは少ししかありませんけども、ぜひチョコロのみんなと一緒に来てくれたら嬉しいです。あとお願いします。ふわ、everybody must have his promises. There's been many tours for him to support him from God on move, and he has never won a belt ever.This time the chances must have matched. But before that, let me say that one time. I did win today. I did best who I think is the best in Joker Square. Chong Shiryu, the man who made me who I am today. No doubt, but Mao took the chocolate. That hurt. But more so than that, everybody, today is not the finale. Today is not the finale. The finale is tomorrow. And the reason I'm saying finale is tomorrow is because tomorrow is your Super Asia champion, Balyanaki. And of course, this whiny one, this tiny one, this, I don't know why you say this, but the Big Apple, Mace Ruga. Both of us, the best bros, may I give you one right here. There, people, is your double birthday and second anniversary of Best Bros! And for the card, who are we wrestling tomorrow? Masama,
Tell us, who are we wrestling tomorrow? Give us a team. Give us a team. そっちのベストプローズっていうチョコプロを代表するチームの周年にふさわしいチームを発表させてもらいます。なんと5チーム!5 チーム?5チーム、各チームと10分一本勝負という過酷なルールになっております。そしてその5チーム、エントリーしている5チーム、まずはさゆり超無心ドラゴン忍者、アントニオ・ホンダ・キリアだ。なんとかどっちなのか分からないけども、あの二人なんとか止まれた。もう最悪。壊れて、そしてチョコプラには欠かせませんサーディと水森のチーム。あー That evil, evil goddamn villain。 そしてもちろん俺も行くぜ。俺のパートナーはクリスと言いたいところだけど、クリスは向こうに遠征中だからな。ああ私のパートナーは鶴亀お風呂子だよ。こっちさんだ。何チーム目に来るか分かんないけどな、こっちさんが出てきた時点でな、お前らをぺちゃんこにしてやるぜ。そしてもう一チーム、小石川知恵鈴木慎のチームだ。Five teams. Everybody and anybody in Choco Pro. Mecha. Yeah! Mecha. Yeah! I'm super exciting now! We say, and let me say it in captions. It's party! Bring it! All five teams, everybody, must have a seat. John Shiryu. Chieko Ishikawa, Shinno. Hagane. No! No! Kondo. Tomorrow! Sick! Suzuki, you will never feel Shinno Hagane Suze. Let me say that very clearly. All five teams! Mei-chan, we're gonna beat Yo! All five. All five! 10 minutes each. Everybody is going down. Tell me. 5人みんなベストグロースの誕生日パーティーでぶっ潰してやる!どすこいどすこい!Please don't do that. I'm scared of him. But thank you very much, everybody. Best Bros tomorrow crosses 2 years. 2 years now. Mao, thank you very much for coming to Choco Pro. I hope you have a safe flight and I hope you have a very, very safe match. I hope you win there as well with that spirit. Minasan, hasta season 13 no finale を迎えます。チョコプロ232を迎えます。13シーズン、ガトムーブが戻ってメイちゃんの4周年も超えて、もう2大会ガトムーブもやって、次の大会も皆さん決まってるんですけど、チョコプロはまだまだゆっくりする気は全然ありません。だから次のシーズンもその前も明日もベストプロのダブル誕生日も思いっきりいくので、皆さん応援もついてくる気持ちもぜひぜひよろしくお願いします。めちゃいくぞ。はい。 See it! Yay! Live it! Yay! Cause we are Choco Pro! Blackboard!
サンダーフォースセブンさん、ウーサダーココ&グワイゴリー、マコトさん、ウィーラーアンニューフハンサムソウ、そしてこのまま上に参りましょう、肉焼きジュンちゃんさん、クリーズウィードです。そしてちょっとくるっとなってますが、ゼルダさん、バリアンアヒ、じゃあメイさん読んでいただいてもいいですか。セリがメイハンドリフレッシュ水森ユーナトロピカルヤッホー、そしてサヤカオビヒロサブジャブラニで、最後に DTMV 茨城応援団さん、このままブーケに参りたいと思うのですが、あのもしよろしかったらなんですけども、一緒にブーケ紹介していただいてもよろしいですか。こちらから参ります。南極ユーマキッズ一のユーマ軍団、春宮古女子ちょこっと乱入頑張れ、応援してるぞー。さあスペシャル、伊勢さん、ありがとうございます。みりちゃんさん、みどりおさん、ドグラブスユーマ、ウェルカムマオで、浅草さん、春宮古女子のラブ予告、バンザーイ、バンザーイ。こちら、匿名の方でございます。マオさん。There is more ポーズ。This is 春宮古 will be here today. I hope she is with her friend. Hashtag Yuma Kiwi. That's perfect!動くアルプスの少女かっこ笑いさん、再び共に叫ぶ日がやってまいりました。ユーマ軍団万歳万歳、はい。丸井ガラナさん、真央選手のチョコプロ初参戦楽しみです。ハムラさん、ありがとうございます。 X17 Let's fuck you do up wrestling。 You don't need to say thatYou don't need to say that, yeah. Yeah, I think that's right, that's right. Come on, X-17! Holy Mao, it's cool! I think I got that right. Choco Pro One Match Show equal legendary from 50! Wow, thank you! どうしよかった、誰も来なくてよかったです。怪獣ファンさん、せーどーか、有限会社トリックメディアで呼ぶゆかり様、いつも本当にありがとうございます。で、こちら最後にジェームスコック、うおLive too! Yeah, it was something awesome, but something show today! Mao Choco Pro debut is even... No, like, it was very much chaos, more than my image. But yeah, that is Mao things.He left from this venue as soon he can possible, because he need to go the DDT show tonight and be on the airport. He need to go to airport, so it's very busy schedule now.
Haruka Miyako came to Ichigaya, then maybe she is so nice, or I don't know if she's kind of evil woman, but I don't know, but maybe she is nice because introducing choco bouquet together. So maybe nice. I hope I believe it. はい、今日もね本当にさまざまかなりカオスな、ね、状況ではあったんですけども、無事ですかね、わからない、無事という言葉を使っていいのか分かりませんが、真央選手がチョコプロデビューいたしました。なじゃんけんにも勝たれましたね。 なんという初参戦でじゃんけんに勝つっていう確率は本当にごく稀なものなので、さすが真央選手だなと思います。この後の DDT はね、博多大会があるようで、そして6月1日高梨正弘、応援ツアーを開催いたしますので、指定席 B4000円の、チケットをご購入いただいて、メイやチエやアキと他の皆さんと一緒に高梨さんを応援するツアーに参加できたらいいなと思います。今回こそは高梨さんベルトを取ってください。応援ツアーする自分たちの目の前でベルトを取ってチョコプロに持って帰ってきていただきたいなと思います。そしてはい、 It's a very important announcement. We announced nextガトームーブショー。 Next ガトームーブショー、The date is July 18, 板橋グリーンホールショー、That is ガトームーブ next show. And we didn't announce about details, butOnly one we can say about it. July 18th, it's night show! そうです、そうです。皆様、板橋グリーンホール7月18日ネクストガトームーブショーの詳細は言っていなかったんですけども、一つだけアナウンスすることができます。それは夜興行でーす。パチ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 。そちらが今唯一出せる情報となっております。ガトームーブ次回大会7月18日板橋グリーンホール大会は夜興行となっておりますので、皆様詳細の方をお待ちいただきつつ、もうスケジュールを開けておいてください。ということで、明日はいよいよチョコプロシーズンフィナーレ、そしてベストブロンズ、メイとアッキのお誕生日会になります。もうメイは4周年お祝いしてもらった直後ではあるんですけど、もう一度皆さんにお祝いしていただく気まんまんりんごちゃんです。お祝いしてくれたら嬉しいです。チョコプロが結成されて2年、そしてそれに伴いベストブローズも結成されて2年が経ちます。去年と同じく、タッグチーム5組10分一本勝負、連続で来る相手と戦うわけなんですけども、頑張りたいと思います。なんたってお誕生日会だからね。 Please cheer tomorrow's Best Bros birthday party. It's not birthday party show, it's party, perfectly party tomorrow. So please buy a choco bouquet if you can do it, and if you want it, please do that.Because we are no paywall チョ
Choco Pro. So, see you tomorrow. 皆様、本日もご視聴いただきまして、最初ね、機材トラブル等があったんですけども、最後の私のこのお話し会まで付き合っていただき、ありがとうございました。また、明日、このチョコレート広場でお会いしましょう。バイバーイ。